皆さんこんにちは。今回もテリワン、やっていきますよ。今回もまずは、配合からですね。気づいたらとうとう、魔王の使いを作れるようになっていたということで、作っていきたいと思いますよ。AI 2回行動ということで、1、2回行動ではなく確実に2回動け、弱いわけがありません。これはエース級の活躍をしてくれるに違いないですね。あとは、気づいたら A ランクのスーパー建築が作れるようになったので、普段の雑魚狩り要員として、作りたいと思いますよ。こいついつもスーパー建築を作ってるな。あとはダークナイトから、スライムベホマズンを作りたいと思います。スライムベホマズンは、回復要員として使う感じですかね。一匹くらいは回復要員みたいな感じで、置いておくのがいいのではないでしょうか。プロトキラーとか魔王の使いとか、行動回数の多い魔物が増えてきて、一回の行動あたりの火力も結構出るようになっているので、回復メインみたいな魔物がいてもいいでしょう。なんだかんだ A ランクですし、普通に使用しても、活躍してくれそうですしね。この感じ、魔王の使いやなこれ。まあたつけびして遊んでやがるわ。なんじゃそや。したくはないけど強要されてやろうとしたのに、やらせてくれんとは。というわけで、ボス戦ですね。ゲームボーイの時も、こんな感じの3体構成でしたよね。やっぱりセオリーとしては、周りの取り巻きを先に縛いてから、魔王の使いをやっつける感じでしょう。普段の1匹ではなく、相手が3匹いるということは多分、全体的に HP はそこまで高くはないんじゃないでしょうか。その可能性を信じて、戦っていきますよ。相手から受けるダメージがしょぼすぎる。負ける要素ないだろこれ。割とガチでパーティーが育ってきて、HP も相当伸びているので、生半可な攻撃では、びくともせんわ。でもまあ、薬草で回復はしておきましょう。毎ターンやれる少しの回復は、大事にしていきましょう。この薬草を上げるかどうかが、勝負の命運を分けるかもしれませんしね。いざとなったらスライムベホマズンを出して、回復してあげればいいですし、まだまだフルアタ構成で攻めていきますよ。なんだかんだで、今場に出しているパーティーが、最高火力ですしね。アークデーモン先生が、地味に一番火力が出てる気がするわ。一発の火力がエグすぎる。さすがと言わざるを得ません。周りの取り巻きはしばき終わりましたが、地味に被弾してるせいで、結構削られてますね。ここは焦らずやっていきましょう。少なくとも4対3の構図から4対1の構図にはできているので、あとは数の暴力で、どうにかなると思います。マジで強いな。黒竜丸と比べて、火力が圧巻すぎるわ。エースの座をアークデーモン先生に渡すべきかもしれん。というか多分プレイ時の私、すでにアークデーモンをエースの座に置いてる気がするわ。一番上にアークデーモンを配置しているということは、きっとそういうことなんでしょう。普通に殴れてはいるんですが、複数行動をしてくれないせいで、いまいち火力が出ませんね。AI1、2回行動とか、1から3回行動とか、ちゃんと複数回動いてくれれば超火力になるのですが、1回しか動かない可能性もそれなりにあるので、扱いが難しいような気がします。時代は、AI 確定2回行動になってきているのかもしれん。ナイスデース。傷ついた体に、ベホマラーが染み渡りますね。やっぱり回復も重要なんだわこのゲーム。120くらい全体回復は、本当に頼りになりますね。ハッスル男子くんも、ベホマラー先生の爪の赤を煎じて飲んでくれ。それにしてもこの魔王の使い、ちょっぴり HP が多くないか？殴っても殴っても、一向にやられないんですが。取り巻きはあっさりやられたのに、魔王の使いの HP が多すぎる。もっと HP のバランスを均等にしてくれ。お、倒せた倒せた。多少時間がかかってしまいましたね。
というわけで、魔王の使いが仲間になってくれました。魔王の使いが強いというのは周知の事実なので、非常にありがたくはあるのですが、こんな付け火に快感を求めている奴を、仲間に引き入れてもいいのかという疑問が残りますね。魔王の使い、性能はまあそれなりといったところでしょう。うちのパーティーにいる、先代魔王の使いの方が配合を繰り返している分強いですが、この新魔王の使いも、配合にぶち込んでやれば、いい魔物になってくれるんじゃないでしょうか。なんだかんだ言って、腐っても A ランクですしね。どこが言い過ぎやねん。お前の脳みそにマダンテをぶち込んでやろうか。私ほど心の綺麗さがマダンテ並みの人間など、この世にはおらんぞ。お、酒場来たー。ここには、他国マスターが確定で出現してくれるみたいです。バラモスゾンビ、また来てくれないかなー。ドキドキ。小さい。別にいらないわけではないのですが、バラモスゾンビみたいなのを期待していた分、若干格落ち感がありますね。この中で強いて言うなら、寿司王丸でしょうか。私結構、寿司王丸のデザインが好きなんですよね。タイムマスターは呪文使いっぽい見た目なので、うちのパーティー方針には合わないかなというのと、下のグレンデルとライオネックは、ドラクエ5感が強すぎて、まあいいかという感じです。何年か前にドラクエ5をやった時に、捕獲しましたからね。まだ見ていない人は、要チェックや。強いなぁ。マジで旅の扉のボスの数倍、他国マスターの方が強いわ。なぜ全ての攻撃が、魔王の使いに集中しとんねん。通体のでかいスーパー戦築の方を狙ってくれ。ひとまず魔王の使いを引っ込めて、スライムベホマズンを出していきますよ。いい肉を仕入れてきたので、肉を食わせるタイミングを稼いでいきましょう。満腹になってから、一気に決めに行きますよ。やったぜ。長期戦を覚悟していたんですが、あっさり仲間になってくれました。それくらいうちに加入したかったというところでしょう。うちは1日1個しも振り肉を提供する、最高級のホワイトマスターですからね。ぜひついてきたまえ。なおしも振り肉を食べる前に、配合される模様。というわけで、もう一つ旅の扉をクリアするところまで、やっていきますかね。お、アクバーやんけ。魔王の使いも仲間になったわけですし、アクバーも仲間になるのかな？私だって全滅したくて全滅したわけじゃないんだっての。今までいろんなゲームをしてきて、もはや数えきれないくらい全滅してきたので、負け癖がついちゃってるだけなんや。重すぎるやろが、パーティー全滅罪で逮捕とか、どこの世界線やねん。少し気になったのですが、ここまで一度も全滅せずにアクバーまでたどり着いた場合、セリフが変わってたりするんでしょうか。もし変わらなかった場合、このアクバーは冤罪を吹っかけてることになるな。つまり、冤罪ふっかけ罪で、アクバーを死刑にすればいいわけですね。これもうわかんねえな。私自身、何を言っているのかわからなくなってきたわ。まあ、とにかくアクバーを、始末するということですよ。それなりに火力がありますね。さすがにアクバークラスは、別格といったところでしょうか。あ、そうそう、すごく個人的な意見を言わせてもらいますが、アクバーってなんとなく、サンマスモンスターなのかと思ってました。もっとでかいもんだと思ってたわ。一マスに収まってると、なんとなくしょぼいという感覚になってしまいます。ギガデインをした後に殴れるって、黒竜丸もやっぱり強いんですね。こうして戦闘を眺めていると、さすがにプロトキラーが、若干火力不足に見えてきますね。AI1 から3回行動とはいえ、1回あたり100ダメージくらいしか出ていませんからね。もう一押し、火力が欲しいところ。こうして見てると、魔王の使いも若干の火力不足感がありますね。まだまだ育成が足りていないような気がしてきました。上に体が弱いというよりは、下に体のアークデーモンと黒竜丸が、強いということなのかもしれないです。
でもまあ、相手からもそれなりにダメージは受けていますが、毎ターン確実に削っていけているので、こちらが有利なことには変わりないでしょう。やったぜ。回復するまでもなかったわ。アークデーモンの火力が化け物すぎたわ。というわけで無事、アクバーに勝てました。よかったよかった。やったぜ。お前が悪いことをしないように、見張っていてやる、ということを言う感じのポジションの人って、個人的にツンデレなんじゃないかと思っているんですが、どうなんでしょう。私も焼き鳥クソバード以外は基本的に、魔物のことは信頼しているぞ。やはりお互いの信頼関係こそが、大事というわけですね。わたぼういいこと言うわ。は？ S ランクやんけ。S ランクの魔物がこんな普通に入手できていいんすか？ありがたやありがたや。ありがたいけど、正直楽に扱いに困るわ。ほんと頼りになるわ。横のクソツッコミピエロ牢屋にぶち込んでくれ。そして、それ言い過ぎは私が生み出したということにしてもらうわけにはいかないか？というわけでキリもいいので、今回はここまでにしておきましょうかね。戦闘には苦戦する要素がないので、もはやミレイユにも勝てちゃうんじゃないでしょうか。それでは、ご視聴ありがとうございました。